In another Dokuga TV Japan Mania exclusive, we travel to the Kogane area of Tokyo and spend some quality time with Yasuhiro Takeda, the president of Gainax Studios, one of Japan's leading animation or anime studios, responsible for such titles as Neon Genesis Evangelion and their breakout new hit, Gurren Lagann. まあ、世界中にすごくね、やっぱりガイナックスの作品のファンの人たちもすごいいっぱいいるのはもう多分ご存じのことだと思いますけれども、まずはこの会社がじゃあどのように始まっていったのか結構有名な話でもありますけれども、ちょっと教えていただけたらと。そうですね。いや、話すと数時間話すんで大変なんですけど、まあ、短く言うとですね、まあ、ちょうど関西に大阪というところにいたんですけど、その時に、まあ、イベントをやったんですよ。で、その学生時代イベントをした時に集まったスタッフ、もしくはそのリクルートしてきたスタッフの中に、まあ、いわゆるエヴァンゲリオンの監督ランドとか、はい、後の王立宇宙軍というガイナックスの第1回目の作品を作る、山賀とか、はい、デザイナーの赤井君とか、はい、いうそういう人たちがいたんですね。はい、それで、まあ、学生が終わって、はい、その後にじゃあ何をするのかという時に、じゃあアニメを作ろうということになって、それでできたのがガイナックス。だから、まあ学生上がりっちゃ学生上がりなんですけど、ね、まあもともとプロになる連中もねがいたので、そういう人たちと、まあ、一緒に映像を作るのは楽しいぞと、っていうのは学生時代にそのイベントの時にアニメを作ったり自社映画自主制作映画を作ったりとかしてたので。まあ、まずそれが一番のきっかけですね。そうですよね。まあ、僕ら自身もね、その子供の頃見てたものとかの影響を受けてるんですけど、さすがにも20年以上やってると僕らがその学生時代から若い最初のガイナックスの時代に作ったものに逆に影響されてる人とかは多いですね。じゃあどんなものに影響を受けてこられたんですか、武田さんの場合は。いや、僕はね、なんて言うんだろう、もちろんアニメとか漫画とか小説は好きで子供の頃からずっと見てたり読んでたりしてたんですよ、してたんですけどね、そんなめちゃくちゃこういわゆる今で言うオタク的に見てたつもりはなかったんですよ、ただやっぱり子供の頃に見てるから、やっぱり自然と影響されるじゃないですか、だからいろんなもんですよ、例えばもう僕が子供の頃だと例えばアメリカのね、アウターリミスであるとか、ミステリーゾーンみたいなものも、日本でもやってたから見てたし、もちろんウルトラマンもそうだし、まあ、その後例えば謎ネマ UFO とか、もうあったし、さまざまですよね。あとアニメになってくるともちろん鉄腕アトムから見てたし、もうなんて言うんだろうな、どんなものっていうかもういろんなもの見てたんですよ、だからいろんなもの見てたのでどれに影響っていうとね難しいんですよね、すっごい本数見てるんですね。もうだから子供の頃は、僕が子供の頃っていうのはまだテレビ側に色がついてなくて、いわゆるそれからカラーになってっていう時代ですからね、もう過渡期っていうかいろんなものがあったんですよ。で漫画もそのどんどん漫画の本ができてくる、昔はマガジンとかねしかなかったのがどんどんサンデーできてキングできて、何できてっていう形で、あったのでもうむさぼるように読んでたんですよ。なるほどね。現在今一番最新のタイトルっていうのはグレンラガンにあったわけですね。天元突破グレンラガンっていうのが、去年半年間やってたという形ですね。これについてはどんな感じでこうみんなやっぱりどういうふうなアイデアでしたスタートしたものだったんですか。どういうふうなアイデアってこれもね実は長いんですよ、やっていうのはガイナックスって、まあ、オリジナルのストーリーですから、オリジナルのストーリー考えるときってすごい時間かかるんですよ。大体もう短くても3年、場合によっても5年6年かかるんですよ。なのでグレンラガンっていうのも最終的にできたものはかなり違うんですけど、一番最初に考えたのがその何年ぐらい前かな、もう多分今からでも5年ぐらい前ですね、にいわゆるそのガンダムのようなロボットものをやりたいって言い出した人がいて、いやいや、そんなのできれば僕らも嬉しいよっていう話で、でじゃあ、まあ、ただね、じゃあまあ、そこまでね、あけつけなそのプラン、計画みたいなのも、じゃあどうなんだろうっていうことで考えていったところから始まって、まあ、それはプロジェクトって一遍、なんていうかな、ゴアさんにはなったんですよ。
なんですけど、それをもう一度続けて、ガイナックスって続けていったときに、あの再構築されていって、そこからまたやっぱり1年、2年ぐらいかかって、あのアニメーションを作ることになりました。Aloha, Polly here. Aloha, this is Sachi. And? どうも、ガイナックス武田です。We're here live in the super secret headquarters of Gainax Animation Studios, joined by the president himself, Mr. Takeda Yasuhiro. Thank you so much for having us. Only here live on Dokoga TV.